オーガスティン・アベル・ヘクター・ラベイア・エクトル・レベイエは、フランスの生殖者、植物学者である、ルマンに生まれた。医学校と宣教師の学校を卒業した後、1887年9月29日に除外され、同年11月16日から、インドのポンディシェリの大学の自然史の教授として、派遣された。1891年に健康上の理由で、フランスに戻り、 故郷のルマンに住んだ。雑誌、植物の世界を創刊し、修正この雑誌の発行責任者を続けた。1892年に、植物地理学会を設立し、就寝事務局長を務め、学会企業、ブレティンデール・アコダミ・インターナショナルでボティニクを創刊した。1900年に、国立自然史博物館の植物学者、アドリアン・ルネ・フランシェに勧められ、 ボディニエラの多くのフランス宣教師が極東で集めて科学アカデミーに寄付された3万5000もの植物標本の研究を始めた。同じ生殖者のバニオと共に植物学を含む広範な知識を活かして2000種近い中国や韓国の新種植物の記載を行った。レベイへの標本はスコットランドの植物学者ジョージ・フォレストによって購入された。アジャンタム・レベイ。 イージーラップスレベインなどの植物の学名に懸命されている。HLV は植物の学名で命名者を示す場合にエクトルレベイエンを示すのに使われる。ありがとうございます。